どうも、小田塾塾長、ナブ姫です。今日は生徒からこんなユニークな質問があったわ。サスペンスドラマで犯人が崖まで追い詰められるシーンをよく見かけるけど、あの状況になったら諦めて全てを白状するしかないんですか？ってね、目の付けどころがシャープね。誰しも生きていれば一度は刑事に崖まで追い詰められることがあると思う。でも諦めるのは早いんじゃないかって私は思うわ。ずるとく生きるがモットーの私は考えた。ピンチな状況でも冷静になれば切り抜けられる方法はいくらでもあるってね。今日は刑事に崖まで追い詰められた時の対処法をあんたに教えるわ。それじゃあ映像を用意したから見ていきましょう。おい、もう観念したらどうだ。私はまだここで捕まるわけにはいかない。ここまで追い詰められてるのに今さら何ができるって言うんだ。私は諦めちゃないのさ。スト2で鍛えた私の奥義でも食らえ。ヨガテレポート、ヨガ。このようにヨガテレポートを左下斜め左下弱中強パンチのコマンドで発動し、刑事の後ろに回り込み、ヨガフレームを発動して相手を焼き払えるわ。でもこれって常日頃から練習していないと繰り出せない技だから、常人がすぐに発動するには難しいって弱点がある。だからもう少し難易度を下げて誰でも実践できる方法を用意したわ。おい、もう観念したらどうだ。私はまだここで捕まるわけにはいかない。ここまで追い詰められてるのに今さら何ができるって言うんだ。私は諦めちゃないのさ。このままで終われるか。体持ってくれよ。三倍太陽拳だ。究極にまで気を高め、全身の神経を集中させ、事故のリミッターを解除することで海洋拳を発動。それにより対岸の崖をも気で引っ張ってくることが可能になる。これは事前に海洋様に教えを受けていれば誰でもできるようになるわ。まずは海王様のもとへ修行しに行きなさい。ただこれでも難しいって感じる人もいると思う。だから最後に一番おすすめの解決法を紹介するわ。おい、もう観念したらどうだ。私はまだここで捕まるわけにはいかない。ここまで追い詰められてるのに今さら何ができるって言うんだ。私は諦めちゃないのさ。こういう時は死んだふりが一番ね。死んだふりをすればクマも襲ってこないように人間も襲ってこなくなる。私はふと思った。なんて大きな空なのだろう。なんて澄んだ空気なのだろう。それに引き換え私はなんてちっぽけで愚かなのだろうと。人を欺き助かったところで本当の意味で幸せになれるのだろうか。天国にいる四魔士団に顔向けできるのだろうか。いや違う、切り抜けることが正解なんじゃない。正直に生きることが本当の正解なんだ。刑事さん、私間違ってた。しっかり反省して正直に生きていこうと思います。最初から分かっていたよ。さあ署に行こう。動画見てくれてありがとうね。説明欄の方に Twitter、 小田軍加入リンクいろいろとあるわよ。あんたも小田軍入りなさい。せーの、アデュー。